こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。カルチャビットは始めていきましょう。2月日本週ですね、今回練習試合を行っていきたいと思います。トップロードナイタ、じゃあやりましょう。サイアンからサチコ決めました。さあ、3試合やって1周休ませて開幕に備えようと思います。おっと、やかした。はるか横飛び。パスだが、おっと外に出てしまった。こちらボールをスローインです。さあセンタリング届かない。惜しいですね、わずかに届かなかった。はるかにかキャッチ。さあもうアディショナルタイム1分です。試合終了です。1対0勝利。これが結局決勝点となりました。はるかの横飛びシーンです。さあリマッセ大阪とやってみましょう。かなり本番に近い組み合わせで
戦ってみようと思います。さあシュート入った。ファールです。おお、長いシュートが。ゴール前だが決まらない。センタリング鋭いが、お、縦捉えてしまう。ナーコがインターセプト。おっと、深田にスライディングで捉えてしまった。テクモはキャプツバシリーズもやらないといけないですね。必死のあれですね、外に出してセンタリングになります。これはすごいぞ、ミッシェル。さあちょっとピンチが続きますが、これはナツキアキャッチ。得点を許しません。反対サイド、逆サイド、ナナコ、ナナコ越えまして、さあどうだ。うまくはいきません。こちらボールをスローインです。もうほぼ時間がない。試合終了です。結果的にこれがこの緑のゴールが決勝点となりました。センタリングはすごかったんですが、ヘディングは決まりませんで助かりましたね。56% 支配率です。さあ最後ですが、他はピッターローズがいいかな。センターをミッドフィルダー丸ごと入れ替えています。エリカ、あ、右に添えた。
さあ、あげるが、これは出てしまう。おい。課題がたくさん与えられます。逆サイド、やん。直接シュートか。簡単ではないですね。あっと、なんか消極的だ。相手ボールをスローインになってしまいます。あっと、これは良くない。おお、命拾い。これはユーナ？エリカ。さあどうだ、あやか。決まらない。さあどんどん課題が増えていきます。危ない。今の危なかったな。すごいショート動画のネタにするとこだった。さあ縦パス、エリカ。逆サイドへユーナ、ミホ。エリカだが惜しい。こちらボールをスローインです。さあ最後のチャンスと言っていいでしょう。ああダメだ、選手がいない。再びこちらボールをスローイン。試合終了です。決定打を書きまして引き分けとなりました。終了です。ダントツですね、支配率は。さあいよいよ開幕戦ということで、開幕戦はどこだろう。フォルティーレ浜松か。しっかり勝ってもらいましょう。ということで、非常にハードな、いつも通りハードな日程となっております。果たしてクランカリバーズは今年は優勝できるのでしょうか。昨年は2位、ジャパンカップはベスト4でした。今年こそはアジアチャレンジ投票まで取って、成長を見せたいですね。はい、ということで年始の練習試合終わって、いよいよ次回から公式戦です。次回からもぜひご覧ください。よろしければチャンネル登録、高評価をお願いいたします。僕ツイッター概要欄にございます。ぜひこれらご覧ください。プレイリストもぜひご覧ください。ちょびっとはお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。